はい、プレイしていきたいと思います。ファクトリオ。前回が、なんだっけ？これ途中まで行ったんだね。なんで、レベル2がクリアできたので、次レベル3かな？そう、ここ。次の面なんで、これやっていきたいと思います。でね、2本の、3本の輸送ベルトに、2タイル分の橋。どうすればいい？まずどういう意味かがわからないよね。3本の輸送ベルトに2タイル分の橋。まあ、それはいい。それはいい。問題はだ。輸送ベルトってさ、輸送ベルトって2個までしか乗らないんだよね。どうすればいい？一回オルト押してこれチェックするか。ああ、分かったかもしんねん、俺、これ。これの意味が。なるほど。これは分かったかもしんねん。とりあえず、これもこっちだ。あ、通るの？これ。え、通るの？なんだ？2本ずつ通るんか。いや、俺ちょっとね、ちょっと試したいことあるんだ。まさかと思うけどさ、これこんなバカなことできないよねっていう。これできたら俺インチキだけどね。ミスった。これこっちで一回回してからの方が早いかな。こんなバカなことできないよね。そんなインチキみたいなことやったらダメかなって思ってね。バグるよ。バグるつか、掴んで、置けないから怒るよね、あれが。多分ダメだと思うんだ。これが鉄掴んで、多分ダメになると思うんだよね。次の、銅を掴んじゃって。で、置けないっつってゲームオーバーになると思うんだ。あ、もう俺の時点でアウトや。失敗しましたって。オッケーオッケー。オッケー、わかったわかった、やり直すから。ごめんごめん。ちょっとだけ思っただけだから、ごめんごめん。そしたら、4本通せます。4本通せるけど、流すのは、6品です。難しいね。これ結構難しいね。さっき見たように、ダメなんだよ。同じ。こいつに渡しちゃったら、こいつにあり。同じやつで渡したら、ダメなんだよ。なんで、どうすれば、本当に。わかった。なるほど。そういう手があるか。とりあえずこれ作ろうか。わかりました。多分2ライン通せばいいんだ。いや、待ってよ。1、2、3、4、5、6ライン。ってことは3ライン1箇所に通せばいいんで。どうしようか。まず、上下で一応分けるか、まず。鉄道、あ、もう綺麗にミックスするね。綺麗にミックスするね。OK だね。それで、そしたら、こうやって、こういうことだと思うんだ。これ多分2ライン通るでしょ。ミスったかな？あれ押しとけばよかったかな？ほら、2ライン通るでしょ、これで。2ラインじゃない、3ライン。通らねえな。なんでやねん。もう1個行くだろ。おい、行くね。オッケーオッケー。
オッケーオッケー。ふう。これもう一回必要だな。オッケー。まあこれこうして。まあどっちかでミックスすればいいんだもんね。こっちでやるか、もう。ちゅうわけで、もうこれ、つまん、ぶっ直でつなぐか。分かりやすいっしょ。よし。なんで、この一番下のラインが、銅です。銅です。このここにふにゃふにゃのラインが鉄です。こっちの鉄だね。なんて、下がどうっつった？どう持ってくるか。これいらないかな。銅はストレートで言ってもいいかもね。どういうこと？これが銅。こっちに銅を入れる。こう。OK。銅を入れました。はい。で、次が歯車。歯車はこっち。なんで、歯車が、こっち。で、このくねってるのが鉄。まずいな、これ3つ出せるかな、ちゃんと。上に上げれる？ 3 つ。とりあえず1個は出せた。あ、まあ別にこれでいいんだ。で、2個もこの感じだと出せるね。OK。基板がこうかな、堂々といくやつかな。OK。基板ってことは鉄を。こいつにつなげないといけない。結構難しいね、これは。こうかな、もしかして。こうかな。こういうコースかな。鉄いってるでしょ。OK。で、この基板をどこを通すかっていう。OK、じゃあもうルート作ろっか。あ、やべ。こいつはまずったね。入り口まずったね。何マス必要なんだよ。
最低ここまで必要だった。やっちゃった。だってさ、まあここで入れればいいのか。ここで入れればいいな。こういうことだもんね。なんかおかしくね。こういうこと？おかしいよね。直入れすればいいんだ、こいつに。なるほど。あ、これギリギリだから、もしかして下手なことやったらダメかも。じゃあもう直入れしよう。あ、これダメだね。まずいな。まずったな、鉄が。こうして、これ曲げたらいけるかな。これでいくかも、鉄。いけるでしょ、鉄。オッケー。いらないね。よし、ここで一回つないで。無理やりだな。とりあえず1本入った。この3本をどうにかつながないといけないのね。こいつはハイレベルだぞ。こいつはハイレベルだぞ。しくったぞ。これ、こうして、せめてこうできないか。うわ、どうしようもねえじゃん、これ。横向かねえかな。こいつが攻めてね。うわー。あわわわわわ。無理だよね。無理なんだよ。無理なんだよ。しまった。ここまで組んどいてだが、これは失敗だな。うわ、惜しいな。確かに無理なんだよ。
この時点でもう無理なんだよ。どっから入ってんだ。だいぶ前から入ってるね。しかもラインがこことここで2箇所で入ってるんだ。意外とここ抜ければいけるんじゃね？ここ抜けれたりしない？待って待って。場所的にはこことここ、こことここの直線上で潜らないといけないんどっかで。一回ここで潜るとしたら、入れるねこれ。こっち入れるね。ここ入れるね。でも同じタイミングでずら入ったらダメなんだよね。最低でも。こいつとこいつだから、1個離れて入らないといけない。違う。2個離れて入らないといけないから。こっちと、最低ラインです、多分。これギリギリだとして。1個離れて、ここで入らないといけない。ここで入らないといけないと無理じゃねえ。がない。ちょっとこいつどうにかするか。こいつちょっとどうにかして、こいつも意外とどうにかなるかもな。こっち入れ替えるとか可能だもんね。こうして、最悪もうこれとこれをこっちで入れ替えるっていうのもありだな。鉄とこいつを近い位置に持ってきて入れ替えるっていうのもありだね。よし、じゃあ分かった。入れ替えるのは後でやるとして、もう上通そう。通そう、意地で。それを通してから先に考えよう。ここだね。違う。潜ってるから。潜って、違くね。逆だけど、まあいいや。こういう感じだよね。こういう感じだよね。オッケー。よし。
なぜ？こいつは下から入ってもいいんだ。だからこういう感じでいいんだよね。で、あとこれがこう来てるから、こういう感じだよね。多分これはこうなると思う。なんでこれをこうしよう。よし、これでこう来て、まっすぐ行っちゃうもん、これは。はい、基板つながった。で、これが上だね。上だね。どうすればいいの？こっちか。こうだね。こういって。ちょっと待った。こういって、あ、これか。え、なんかおかしい。基板は、あ、基板うねってるやつはこれか。ちげえ、こうだ。これ基板。基板。基板。で、これがコール。コールで基板がいって、コールがいって、あと鉄のやつ、これ、これ、お、もうこれ潜る必要ないね。潜らなくていいよ。 OKOK、あとはこっちにまたつなげるかどうかだよ。無理だね。無理だね。これに出るところがない。出て、こう入る。入ったらこっから出れねえ。多分出れないよね。はい、出れるか。だよね、出れないよね。あ、今だったらいけるんじゃない？いけねえ。出ないといけないから、出ないといけないでしょ、これは。
どうにかしたらいけるか？これどうにかしたらいけるか？こう？お？いけそうじゃない？で、どこにつなげばいいの？これ。鉄板。鉄板くねってるやつ。もう何でもいいよ。とりあえず渡せればどうにでもなるんだよ、あとは。オッケー。で、ドア？あ、もうドアすでに入ってるね。歯車？歯車をこいつに渡せれば勝ち。歯車をこいつに勝たせれば。来たんじゃない？これ。スタート。うーわ、この一面ほんと長かったね。びっくりしたよ。これはびっくりしたよ、ほんとに。途中無理だと思ったね。なんと個人帳、オッケー、来た、これクリアだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんとに何が起きてるかよくわからんけど。何が起きてるかよくわからんけど、とりあえずこの面もクリアできそうです。やばいね。3面でこの時間はやばいよ。次はどんなところかな？おお。橋は最難関ではなくなりました。小さなヒント。地下ベルトは同じ種類の地下ベルトにだけ接続します。わー。次新しい、次の種類の地下ベルトを組み合わせてやることになるんだね。というわけで、つくいはやっていきたいと思います。よろしかったら次の動画見てください。ご視聴ありがとうございました。静止画でした。